サンフレッチェ広島の背番号18、柏良史です。今日はドリブルについて教えます。そうですね、やっぱり身長も低いですし、体もちっちゃいので、まあ、自分がプロの世界でやっぱ生きていくための術というか、まあ、それをストロングにしてるっていう部分はやっぱ大きいかなと思います。そうですね、まあ、小さい頃から本当にドリブルの練習しましたし、カラーコーンを1メートル間隔で10個ぐらい置いてジグザグにトップスピードでやるっていう練習はもう本当に小さい頃はずっとやってたので、まあ、そういう積み重ねだったり、自分の間合いっていうのは、まあ、小さい頃から感覚として身につけていきました。好きだったっていうのはありますし、まあ、ボール持った時に何かしたいっていう思いが人一倍強かったと思いますし、まあ、さっきも言いましたけどやっぱちっちゃいので、まあ、人と違ったやっぱ武器を身につけるっていう部分では、まあ、そういうところを小さい頃から考えてできたのかなと思います。形に入る時にこう右足でこういくじゃないですか。あれは何か意味があったりとか。そうですね、あれは重心を、ちょっとこう動かすことによって相手の重心をそっち側に寄せるっていう狙いがあって、まあ、ちょっとずつ動かして相手が食いついてきた瞬間に逆を取るっていうような、まあ、相手の重心を常に自分が行きたい方向とは逆に、まあ、行かせるような、まあ、ジャブみたいなもんですね、はい、でもこれあんま言っちゃうと、まあ、相手がもうこれジャブ来てるストレート来るぞみたいな感じでちょっと対策されるとは思うんですけど、分かってても取られないのが自分のドリブルっていうような、まあ、来るぞって分かっててももう取れたと思ったけどそこが取れなかったっていうような、まあ、その間合いが自分の中では身につけてるので、まあ、来て自分のもうトラップが決まったりとかしたら、まあ、ある程度スペースがあったら、まあ、運びますよね、はい、でもうこれでもう敵が来るまで僕は結構もうこういう感じですね。敵が来るまで、はい、それはジャブでもそしてもう来るまでそしたらもうここまで来てるから、はいはい、もう入ってくるだけの侵入できるだけの、はいはい、そこまで下げさせてるじゃないですか。そしたらもうある程度自分の形なので、そしたら自分から下から仕掛けてきます大体。でこういった時にこうやって打てこうとか、もう体重を基本的には体重ディフェンスの重心をこっちに行きたかったらもう大体こっち行っといて、あこうやっといて踏んだ時にこっち行けばもう絶対対応できないんで、絶対対応できない、はい、絶対対応できないです。絶対ですね多分それは、はい、ボール来ましたでディフェンス来ましたってジャブなんですか。はい、これでちょっともうちょっとずつ本当だ。で多分ここのスピードの変化と緩急と角度でもう相手ちょっと行ったらちょっとだけも外して、そのスピードとクッっていうだけの入りだけで多分絶対もうこのちょっと行ってるだけでもうこのどんだけ速くても多分反転できないと思うんですよね。人によっても違うんですけど相手によっても、はい、まあ、1メートルぐらいでも全然大丈夫ですね。あそのぐらいでも全然大丈夫です。で晒しといてもこうとか、結構主導権が自分にある感じで常に気持ち的にはもうだからもうこう入ってもう 前向いたらもう勝ちみたいな感じですね。何でもいやボールホルダーとしては何でもできるじゃないですか。パスも選択もこっちもできるし、そしたらその気持ち的な余裕もあるし、まあ抜けなくても何かしら自由にできるので、逆に自分の中ではもう足出させたら勝ちっていう感じですね。もう誘っといて、まあ、もう取りに来たらサンキューって感じですね。取りに来てもうディフェンスは多分取ったと思って足出してきてるんで、はいはいはい、その瞬間が多分一番サンキュー自分としてはラッキー、そうなの、はい、サンキューシーンなんですか。それはサンキューシーンですね。まあクイックネスとかはやっぱこうアジリティっていうのもやっぱ大事になってくると思いますし、まあ自分が誘っといてつつくボールの感覚だったりっていうのはやっぱやっていかないと身につかないと思いますし、だからコーンをやっぱ置いてトップスピードでやってこうちょっとずれてもこう足をこう出して次の7個目のコーンとかにこうパッていって8個目にこうとか出せるように、自分無理が効いた時に足を出せるような練習を。どっち側ですか相手、もう柏選手に対しては切ってくるところどっち。あ結構そう多いかもしれないで縦に行かせる、はい、結構縦に行きますね。
なるほど。ちょっともう少し強く強めにいっていいですか。あ、いいですいいです。これまたいだりとか、ちょっとまたいだりとか。少し取りに行ってもいいですか。いいですよ、はい。今の何割ぐらい。いや今結構本気で、結構実践的なスピードっすね。出せない。ああ絶対取れない。もう相手の重心をこっちにさしたら勝ちなんですか。勝ちです。多分形に入ったら勝ちっすね。基本的に基本的に形に入らして相手をちょっとずつこれでこの調査入ったら多分何でもできるので、こういうとこになったらまたとか、あれでスペース運んでって結構スペースでなくなったりとかしたら重心寄せといて、多分続いて自分が空踏みした時に多分こうディフェンスの重心出るんで、そこの時にまた通ったりとか、結構深い時はそういうのやります。これあんま言いたくないですけどね。前結構重要ですね。どういう前を作るのが重要なんですか。なんか自然とやっちゃってるか分かんないですね。まあ間合いっていうか置きどこ、自分のなんか自分のエリアですね。もうなんか自分のエリアにボールが置けてれば、はい、まあその距離でも、はい、もう50センチ前でもあんま変わんないですね。もう自分が絶対のところに置いてあれば、それがここでここだったら絶対ダメじゃないですか、はいはいはい、出ないじゃないですか、はい、ではもうこの自分の感覚って、このボールの感覚って人によって違うじゃないですか、はい、でそれをやっぱ練習から身につけて、僕の場合やっぱもうこの辺がもうどこでも足が出せる、仕掛けれるところにこうあるんで、ボールがこういう風に。でもこれがやっぱ自分の前じゃない、離れたところだともうボール出ない、続けないじゃないですか。で人それぞれやっぱり距離と角度とか感覚やっぱ違うと思うんで、それ以下にやっぱ身につけるかがドリブルの大事なところかなと。常に自分の何でもできる位置に置いとくっていうのが重要なんです。そうですね。そしたらやっぱりもう距離はあんま関係ないと思うので、あとはまあ仕掛けるときに、まあ、ここの時と、うん、ここの離れた時のこう自分から行くのか来させるのかってやっぱ違うじゃないですか。やっぱそれが間合いだと思うんですよ。もう離れてたらやっぱ自分からこうやって、もう自分からこうスピードは行けるし、来られてたらやっぱスピードがない分違う間合いで感覚が違うから、やっぱりやることが変わってくるんで。そうすると間合いによって変わってくるのは自分が何をやるかは変わってくる。そうですね、はい。そうですね、ちょんちょんってこう動かしてる間に、まあ、僕は自分の目の前にいる相手っていうよりは、まあ、カバーに来たディフェンスとか、その相手より2個か3個先の重心を見てドリブルしてます。あと中とかちょっと自分の対応してきたディフェンスがこうやってるけど、こっち側来てる相手に対してのこう置くとこは、このディフェンダーじゃなくて1個奥のディフェンダーが届かないところに置いたりとか、結構意外にサイドってやっぱ囲まれるっていうよりはラインを背にしてるので、意外にそういう時間だったり空間っていうのがあるんで、起きて大体カバーがいるじゃないですか、はい、カバーもうちょっと多分来るんですよ2人、はい、そしたらこの相手よりこっちが来てこう来た時の多分こっちを見るっていうよりはこっちの足を見てます。こう2人来た時は多分もうちょっと来るんですよ2人で、ガーって来て、はいはいはい、はい、これがファーストディフェンダーで、セカンドディフェンダーちょっと後ろから来て、こっちを見てるんですけど、こっち来た時のこっちこういう感じです。まあ2人来た時は大体そうですね。まあ意外にここだけじゃなくて、意外にカバーに来たディフェンスとかも見たりとかは、見てないようで見てます。なんかこのご時世なんかあんまりカラーコーンの練習は意味ないっていうのは聞いたことあるんですけど。あ、そうですか。なんか育成のああいう話で、まあ、普通に小さいやつじゃなくて自分のこう身長ぐらいのやつとか、はい、あとはこう普通のポール、はいはいはい、ポールみたいなの立てて、やっぱ低いと足だけになっちゃうんで、はいはい、で高さがあるとやっぱ体も自分の体もいくっていうような、体と足の連動だったりこうっていうのが多分あると思うので、まあ、小さいより大きめの高さのあるやつを使ってスーっていくような、並べるんですか。はい、もう1メートル間隔、1メートル間隔ですけど、まあ
その状況においては2メートルでこう最初が広くてゆっくりとかでもいいですし、まあ、慣れてきたらそれを感覚どんどん狭めてトップスピードでやるっていうような。トップスピードジグザグいく。あ、そうですね、普通に8の字でこう入ってくるんですけど、こうやってこれもうタッチこういう感じで、さーってでちょっと乱れた時に次のコーンに対して足がこう逃げて、こう無理が効くっていうか、こうでもアウトインとかやったり、もう足の裏とかだけでこうやったりとか、いろんな パターンで。はい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 。やっぱサッカーってミスがつきものじゃないですか。だからミスった時にいかにどう修正できるかっていうところが。どう養える。はい。まあ、基礎基本のところはそれだと思いますし、まあ、応用で言ったらやっぱ1対1を結構やりました。それができるようになるための練習としては、まああれが結構背の高いコーンを置いて10個ぐらいトップスピード。トップスピードっていうのは重要なんですか。まあ、ゆっくりだとやっぱり感覚出てこないので、やっぱ無理聞いた時にいかに自分の足がどう出るかっていう、多分早く行くと行く分ミスが生じてきてやっぱでずれちゃうと思うんですよ。で多分できないっていうのがあると思うんで、いかにそこの修正できるかっていうところがスピードを上げた時のポイントかなと思うので、やっぱ試合になるとプレースピードも上がると思うので、そこがやっぱ生きるのかなと。足の出し方、3歩目の足って言ってるんですけど、2音しかないんですけど、出ないようなとこを足出すの僕3歩目の足って言うんですけど、へえ、はい、こういうような、もう相手が見たら無理なところ、無理な体勢のところを3歩目が出るっていう、大体相手が取れるっていうようなところだと、もう相手がなったところ3歩目やっぱ出る、無理を聞くことによって入れ替われるんで、ポイントは相手になんか取れたって思わせることが大事かもしれないです。取れたって思わせた時こそがもう勝ちだと思ってます。だ今のとかもこういう時になったら相手油断して、はいはいはい、あ取れたって思うじゃないですか、はい、で絶対足出してくるから、はい、そういう時にやっぱこの3歩目の足とかが生きてくるんで。あ、3歩目の足、はい、すごいいい言葉ですね。結構だから取れたと思った時に取れなかったこと多いかもしれないですね、相手ディフェンダーはどう感じてるか分かんないですけど、メンタリティもやっぱ大事だと思いますし。メンタリティですか。やっぱ仕掛けていくへこたれないメンタルというか、やっぱドリブラーってドリブル仕掛けて取られたりしたらなんでだよとか言われがちだと思うんですけど、周り使えよとか、でもそこでもやっぱりミスってもいけるメンタリティだったり、試合中でも取られてももう一回何回もいける気持ちっていうか、負けない気持ち、仕掛けてやるっていう強気なやっぱ姿勢っていうのが大事かなと思いますし、まあ、そこはやっぱ持ち続けたいところかなとは。子供なんかは確かにやって取られちゃったらおいって言われがちじゃない。そうですね、はい、そこでやめない。そこで、まあ、僕も言われましたし、やっぱりそこをなんか上回るような武器にしていかなきゃいけないっていうような中自分ではあったし、その言われてもそれで結果を残すようなストロングっていう部分にやっぱドリブルって、難しいところだと思うんですけど、やっぱできるドリブルできる選手ってそんなにみんながみんなできる選手じゃないと思うので、貴重だと思いますし、殻を破ったら、ってところかなとは。やっぱボール持った時っていうのはサッカーの醍醐味だと思うし、ボール持った時の選手が選択したことが尊重されるサッカーであってほしいなと思いますし、まあ、そこが攻め合いで難しいところですけど、まあ、選手のやっぱり特徴だったり才能っていうのがそれぞれ違うと思うので、まあ、個性を大事にして欲しいなとは思いますね。
サッカーを楽しむこと、大好きなサッカーを毎日しっかり練習して、上手くなって、J リーグで皆さんとプレーできるように、そして世界で活躍できるような選手になれるように頑張ってください。応援しています。